タリアの皆さん、こんにちは。作家の柊木さなかです。今日は私の取材に皆さんをご招待します。東京岸墓地の風景とともにお楽しみください。皆さんは人生で1枚だけ写真を選べるとしたらどんな写真を選ぶでしょうか。私の本人生写真館の奇跡は23カ国語版で翻訳が決まりました。私たちは遠く離れた国にいますが、物語で心が通じ合えると知った時にはとても嬉しかったです。イタリアの読者の皆さんもこの不思議な写真館の話を楽しんでいただけたら嬉しいです。パルイデベルチ。